本当にびっくりするようなお話を聞かせていただきました。通り魔に対してこっちから物言うことないですよ。そういう人いたらもう避けなきゃダメなんですよ。週刊誌で書いてる。普通ね、芸能界の事務所で安室さんの事務所ってもう一番大きいぐらいのクラスの話ですよ。まあいろいろ聞きたいことあるんですよ。お宅の言うとることはね、8割から9割嘘っぱちいうのが私の考え方。これ全部言うとなると1分では無理。じゃあ1本に絞る。何を聞きたいか言うたらね、お宅は国会議員なんじゃけん、身の潔白いうもんをちゃんとね晴らして偉そうに人前で垂れなさい。言わしてもらえば安室奈美恵強姦事件ね、お宅が安室奈美恵強姦して、お宅の主にが民団を通じてね、ヤクザに依頼してもみ消した。はあじゃない、こういう報道がありますけど。報道がある、うん、これどう思います？どう思います？裁判も何もせんの？ちょっと待ってくださいね。名誉毀損で訴えるとか身の潔白ね、腹さにゃいいですよ。いいですか、喋って。うん、喋れ。以上でいいですか？以上でいいんですね。ありがとうございます。本当にびっくりするようなお話を聞かせていただきました。私が安室ちゃんを乱暴した、ありえない。ちょっと待ってくださいね。その報道、おそらくそれを煽ってんのは、NHK 党じゃないですか。いやそうでしょう、NHK 党なんです。でね、そういうことを言われたときに、もういい加減にしろみたいなこと言ったら誰が得すんの？ YouTube の再生回数上がるの向こうだけでしょ。私には1円も入りませんよ。あのね、当たり屋とかある意味でね、そういうものに対してこっちから、当たり屋とか通り魔に対してこっちから物言うことないですよ。そういう人いたらもう避けなきゃダメなんですよ。それだけのこと言ってるじゃないですか。身の潔白を晴らせって言ってますけど、言ってます。それは事実無根であると。で、気をつけていただきたいのは、私自身に対しての誹謗中傷はいいけれども、それは誹謗事実だってどうしてあなたが言えるの？あなた当事者、私があなたに乱暴したんだったらあなたは言える。でもあなたを乱暴したのは私じゃない。犯人がやらないと、犯人がやりましたとは言わないんだってお話なんだけども、ちょっと待ってください。それ安室さん側から何か話出てるんですか？週刊誌で書いてる。はあ、私はそれ、その問題に関して週刊誌では見たことがない。教えてあげるも何もない。ちょっと待ってください。聞けじゃないんですよ。あなたの発言の機会は1分間差し上げました。それに対して私が今喋ってるところなんですね。ごめんなさいね。あの、私に対する誹謗中傷はいくらでも受けます。だって公人だから、議員なんだから、いくらでも言ってください。それに対してただ私を貶めたいだけであったとしても、それは聞き入れましょう。それが仕事です、皆さんの意見としてね。一方で今あなたが言われた話に関しては私だけでとどまらない話ですよ。何かっつったら、これ安室さんも絡んでるんでしょ。安室は被害者なんだったらおかしいですね。どうしてそれがもっと例えば訴えるとかいう話にならないんですか？普通ね、芸能界の事務所で安室さんの事務所ってもう一番大きいぐらいのクラスの話ですよ。逆に言ったらそんなことはまずもってしないけれども、そんなことになったとしたら芸能界で生きていけませんよ、普通に考えてね。介入した、まあ言ってる意味がちょっとよく分かんない。繰り返しますよ。そのような当たり屋的な解釈をして、いや事実無根のことを持ち出して、お前これに対してちゃんと物を言えっていうような当たり屋的な人たちは相手にしません。当たり前でしょ、それおかしいでしょ。事実無根なら立証しろって。だって私何もやってないのに、どうしてやってない側が立証しなきゃいけないの？そんなおかしな話ある？おかしいよそんなの。名誉毀損で誰を訴えんの？あなたを訴えんの？めんどくさい、そんな時間ない。逃げるんじゃない、逃げるんじゃない、逃げてない。じゃあ、あのね、私の時間限られてるんですよ。どうしてそんなややこしいことを自分から招き入れなきゃダメなんですか？事実も逃げてるんじゃない。じゃああなたがそれを追及すればいい、それだけ。あなたがそれで納得いかないんだったら、あなたがそれを追及し続ければいい。何、誰が、あなたが、もうそれはもうみんな今共有したよ。まあまあ、あなたが考えたそういうことがあったっていうような主張に関してはもう皆さんに伝わってますよ。でもそれに関して私がね、あなたに対して事実無根であるっていう訴えを起こすっていう、どうして無駄な労力をこれ使わなきゃいけないの？なんか意味ある？それって忙しいよ、やらなきゃいけないこと山積みですよ。申し訳ない、
いろんな考え方があっていろんなことを言ってくる人たちがいるけれども、全てに対してそれは私じゃないんです、いやそれは違うとかっていうことを時間かけるために私政治家になってるわけじゃない。25年間不況でコロナがやってきた上に、ね、これ物価高まで襲ってる、格差どんどん広がってみんな地盤沈下してる中で政治としてやらなきゃいけないことなんだってことを突き詰めて前に一歩でも進めなきゃダメな話なんでしょ。あなたから言われているその言われのない話に対して言われがないということを私が我慢すればいいでしょ、我慢すればいいだけの話でしょ。それをあなたにどうして名誉毀損で訴えないんだじゃなくて、あなた自身が訴えればいいじゃない。そして私が何かそれを無実だっていうことをどうして私自身が証明するの、おかしい。そんな悪魔の証明できるはずないでしょう。あなたが納得いかないんだったらあなたが法的法を使って何かしらの訴えをすればいいだけ、言ってることがおかしい。まあバカじゃなかったらこんな世の中変えようって思わないから、バカは正解、それだけは合ってる、それ以上でも以下でもない。すいませんね、お父さん、お父さん、お父さん、嘘っぱちかどうかはわからない、これまで溢れてきてる政治のほとんどが嘘っぱちじゃないですか。 IQ70、80ぐらいの人が騙される、言ってることもよくわからないけど、あの一回マイク持ったってことで落ち着いてもらっていいですか。すいません、次の方にマイクを譲りたい。ホームテレビさんの後にですね、マスコミの方にもマイクを譲る予定だったんですけど、スペシャルゲストということでお父さんにお越しいただきました。本当にありがとうございます。まあ、あのどんな質問でも結構ですよ、 NG なしです。あの前に東京で質問が、あの手を挙げた方にマイク渡したら君が代をいきなり歌われました。でも何やってんだ、趣旨と違うだろうってことはしない。どうしてか、その人がそれをしたかったんだったら1分間時間を渡しますっつってんだから1分間好きなように使ってもらう、その通りです。その通りでこの方にもそのようなお話をしてもらいました。ありがとうございます。